え皆さんおはようございます。主議気の原口和弘です。今朝3番目のスペースはですね、農業です。えー、農業については私たちは政権時代に、えー、農家の個別所得保障という制度を作りました。で、それはですね、食料の自給率を上げて消費者に安く、そしてしっかり安全な食料を国民に届け、そして同時にですね、農家の 再生産、農業をしっかりと支えていくためには、国民全体で農業を支えていこうと。安全、安心な食料を安定的に供給していこうと。これがですね、私たちの目的でした。で、固定価格買取制度は農家にも大変評判が良かったんですが、たった3年8ヶ月で政権を失ったために、これがですね、 自公政権によってどん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 縮小されるっていうかなくなったんですね。まあ、直接すぐにはなくすと反発が強いから、直接支払いっていう形になったんです。で、直接支払いにして、額も半分に落として5000円とか言ってましたね。私たちの時はだいたい1万2000円とか、そんな状況だったのが半分以下になったわけです。で、それもなくして、今は、水田活用交付金っていうのを、 に名前になってるんですよ。だからもう一回一回こう名前変えるんで、まあ農協さんとかね、そういう方々も本当にあの説明するの大変だと思いますよ。僕ら、その、国会議員はあの法律とか制度をね、しょっちゅうあの見たり聞いたり、そして自分で作ったりしてますから、それはあの、全然ち、あの違うけど、一般の農家の方々がそういうの一回一回、あの、チェックされるかと。 まああの、選挙のたんびにあの、農政協議会っていうのは自民党を応援するっていう状況だったのが、もう全然今変わってますもんね。で、それはなんでかっていうと、農家を締め上げてるから、で、しかも、その締め上げ、こ、昨日ですね、立憲民主党佐賀県連の常任幹事会で、大口大義氏が、この、水田活用交付金についてですね、また、どこでもないことをや,やろうとしてるということで、 実際に私たちのところにもですね、困ったと。で、新規に、あの、営農して、こようとしていてもですね、もうそれはあの、今田んぼを持ってる人たちから、譲り受けないかん。ところがこれ、今度また、もう本当に制限ですよね。あの、5年間水を入れたことがない田んぼについては、もうこの交付金出しませんって言ったわけです。出しませんって言ったって、 これ、いわゆる昔の減反奨励金です。つまり、全体の受給率を、その、しっかりと守んないと、今度はその農家の手取りが全体としては落ちてくると。あの、米の50万トン問題っていうのを、都会の方はご存知ないかもわかんないけど、50万トン問題、つまり、もうみんながですね、作りすぎて、 で、作りすぎてって言い方も間違いなんですよ。だって、それだけのその時給の力強さがあるっていうことは、いざ有事だ、言ってるじゃないですか、自分たちで台湾有事は日本有事だとか。そうやって言ってる割にはですね、食料もエネルギーも安全保障はもう、全く、その、食料の安全保障とか、真面目に考えてるのかっていうぐらい、ひどい状況なんですね。うん、で、 今、これをですね、今年度からまたやる、それを厳格化す、厳格化っていうと言葉は、あの、さもね、自分たちに正しいように聞こえますけど、要は制限なんですよ。制限。もう5年間田んぼ、水入れなきゃ、でもその人たちのおかげで、ね、安定供給ができてるわけでしょ全体で調整するというかもう、本当にそのディープステートの、 あの、回来の方々はですね。で、これで何が起きるかっていうと、農家が土地手放すわけですよ。あの、ウクライナで起きてることとよく似てますよね。どん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 武器を貸し込んで、そのお金の、あの、借金の方に土地を取り上げるっていうのが、あの、昔、地上げ屋さんとか、ああ、いろんなところでありましたね。あれを世界的にやってるんですよ、今。で、結果、その、公の、まさに、 私たち全体の食料を担ってくださってる農家の方々をもうどんだけの勢いで減らしてますそんなんで、その戦争できる国にするとかもう本当になんてこな、ネジが50本、100本外れてんじゃないかっていうぐらいひどいことやってるんですね。で、これもうテレビとかで全然言わんでしょ忖度メディア、忖度芸人。 孫度なんとかさん解説委員さんでですね。でも本当に中から侵略、あの、侵略されてるっていうか侵食されてるんですよ。中から立ち枯れてるんですよ。こういうね、木がございますでしょで、これずっと外から診断してる人もいるけど、中から枯れたらこれもうどうしようもないんですよね。僕もこうやって、ね、これ根が見えないでしょ 根が見えないから、根腐れしてるとか、根詰まりしてるとかいうのは分かんないんですよ。でも、上の葉っぱで、あの、それが分かってきた時にはもう手遅れだったりするわけです。で、政策も、もうこんだけひどい政策を続けてるとですね、ほ、本当に食べ物なくなんじゃないかと、いうふうに、思いますよ。いや、ほんとそうそう、忖度原理ばっかり出すでしょ。まあ、そら、あの、忖度しますよね。 芸人さんもね、僕もあの、あのー、原口和弘政治大学校っていうのをバーチャルでやってんですね。で、一期生に、その芸人さんの卵さんが、あのー、入ってこられたんですよ。自分はなんとかっていうところのね、芸人で、あのー、目指してるんだって、ものすごくやっぱり経済的に大変です。で、大変だから、やっぱりね、使ってくれるところに、 忖度しようって、まあ人情ですよね。人情っていうかまあそういう、本当は困るんだけど、まあその子はね、もうまっすぐ、あの、今頑張ってますけど、じゃあ、えっと、テレビメディアにはもう朝まで生テレビとかも絶対呼ばれませんもんね。だから、あの、ぜひ、えー、なんていうかな、シェア、そして、YouTube にもバンされて、あと5日間、この、 原口和弘第2チャンネルが使えませんので、えー、これ第4チャンネルかな、えー、バン、バンバンっていうバンされた時のこの5日間で YouTube にしときますんで、えー、それをご覧の方はこんにちはか、こんばんはだと思います。えー、スペースであのお手伝いくださった皆さんもありがとうございます。えー、YouTube にもしときますんで、シェア拡散をお願いしたいです。で、 バン,バンバンにご登録はいらんです。いらんですというか、ご登録いただければ、まあそれはありがたいですけど、またあの、バンされた時にそっちに、あれしますか。もうでも、なんでその自分の病気をですね、あの、原因を追求するのでバンされなきゃいけませんかね。なんか、俺っちは生きられないんかっていうぐらい、あの、すごく悔しかったですね。まあいいです。そんな悔しさは、あの、 前に進む力にすりゃいいわけで、えー、立憲民主党の佐賀大工総支部の、あの、党員サポーターの、それからパートナーズですね。それの、あの、募集もしてますんで、どうぞよろしくお願いします。一時締め切りが今日までなんでですね。えー、どうぞ。で、立憲民主党県連の締め切りは3、あ7月29日です。では、ごきげんよう農業を、 農業農村も守らなきゃ本当に、まずいです。まずいです。頑張りましょう。頑張りましょう。じゃあ、よいちん。